日報本線は、福岡県北九州市小倉北区の小倉駅から、大分駅、延岡駅、宮崎駅及び、都城駅を経由して、鹿児島県鹿児島市の鹿児島駅までを結ぶ、九州旅客鉄道の鉄道路線である。福岡県北九州市から、大分県中津市、大分市、佐伯市、宮崎県延岡市、宮崎市などの東九州の主要都市を経由して、 九州東部を縦貫し、鹿児島県鹿児島島でを結ぶ路線であり、福岡市、北九州都市圏と沿線各地を結ぶ特急列車などが数多く走っている。路線のほとんどは国道10号と並走しており、車窓から道路を見ることができる。起点は小倉駅だが1987年になって西小倉駅に鹿児島本線のホームが設けられたため、 小倉駅西小倉駅間が、鹿児島本線との重複区間になっている。小倉駅行橋駅間は、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の、福岡近郊区間に含まれている。小倉駅西崎駅間、佐渡原駅田野駅間及び、国部駅鹿児島駅間は、IC 乗車カード、守護課の利用エリアに含まれている。ただし、小倉駅西崎駅間、佐渡原駅田野駅間、 国部駅鹿児島駅間の各エリアをまたがっての利用はできない。一般向けリアルタイム列車位置情報システム、どれどれ対応路線である。スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内でリアルタイムの列車位置情報が利用できる。また、2018年9月28日より、小倉駅行橋駅間で、駅ナンバリングが制定され、日本本線の路線記号は J、J 路線カラーは、 青となった。各支社の管轄区間は、一下のようになっている。本社と大分支社の境界は、山国川橋梁と中津駅折場内信号機の間に、大分支社と鹿児島支社の境界は、第四相太郎トンネルの延べ岡方で入り口と、県境の間にある。旅客運賃、乗車券関連、編集旅客運賃体系工術の大都市近郊区間を除いて、 幹線運賃大都市近郊区間 IC、乗車カード対応区間小倉駅、城野駅間は北九州の都市部を通り、城野駅、行橋駅間は北九州市近郊の住宅地であり、神田駅付近で大規模工場地帯を望む。行橋駅以南になると住宅地は少なくなり、ニュータバル駅、つ木駅、椎田駅、宇野島駅周辺に市街地を形成している以外は、 田園地帯が広がるようになる。また、武前松江駅宇野島駅間は、車窓から、スオーナだと武前発電所周辺の工業団地を望む。吉富駅中津駅間で山国川を渡り、大分県中津市へと入り、中津駅に着く。中津市街地を過ぎると、住宅地は少なくなり、広大な田園風景となる。この沿線の中津平野は、大分県屈指の国葬地帯となっている。 宇佐駅を過ぎると、国崎半島規部の立石峠に差し掛かる。宇佐駅立石駅間は、立石峠を越える区間で、沿線は、山間部であり、立石峠では、立石トンネルを通る。肘駅南は、国道15沿いに、別府湾を望み、大分市へと入る。別府駅大分駅間は一方は海、もう一方は山という中を走る。大分駅を出て、 大分川を渡るとしばらく北側に、新日鉄住金大分製鉄諸島が立ち並ぶ、工業地帯を望む。埼崎駅までは、比較的街中を走るが、埼崎駅以南は、山の中を走り、トンネルも多くなる。薄木駅、津久美駅間では、津久美市の産業である、セメント工場等を垣間見ることもできる。部分的に海岸沿いも走る。木白駅と浅見駅との間で、 文後二見ヶ浦が見える。この区間は多くが山間部を通り、市街地は佐伯駅周辺と延岡駅周辺のみである。途中の駅は全て無事に駅で、駅舎が残っている駅は少ない。特急もこの区間は約1時間にわたって列車交換のための運転停車以外のオンストップである。また、県境を通るため、他の区間に比べて普通列車の本数が極端に少ない。 また、この区間はほぼすべてで、国道10号と並行している。延岡市と日向市の市街地を通り、三密駅付近から宮崎平野に入る。高鍋駅までは平坦で曲線の少ない海岸沿いを走り林の隙間から、日向灘が見え隠れする。田野駅付近から輪にツ山地を越え、山の口駅付近から、都の常盆地を横断する。高鍋駅付近から、 霧島山の山須倉庫へ、白須大地の急斜面中腹を縫うように下り、国部平野と姶平野を横断する。重富駅から、鹿児島湾沿いに、桜島を望みつつ、鹿児島駅へ到着する。列車は、鹿児島本線に、乗り入れ鹿児島中央駅まで向かう。区間別の平均通過人員、旅客運輸収入は、以下の通り。 2018年度の混雑率は、快速46%、普通97%となっている。快速の輸送人員353人は、811、計4両と813、計3両の合計座席数とほぼ同じであり、普通と比較すると混雑率の差が顕著である。現在は、おおむね大分駅、宮崎駅、または、 南宮崎駅を境に運転系統が分割されているが、かつては小倉駅か鹿児島駅間の全区間を走破する博多駅、文字港駅西鹿児島駅間の列車も設定されていた。また本州へ直通する特急や急行も多数運転されていたが、2009年3月14日のダイヤ改正で東京駅大分駅間の寝台特急、富士が廃止されたのを最後に全廃止された。 沿線の主要都市である大分市や宮崎市と福岡市は九州自動車道、大分自動車道、宮崎自動車道により結ばれており、鹿児島本線、日方本線経由の鉄道に比べ距離が大幅に短いため、これらの高速道路を走行するマイカー、高速バスとの競争が激しい。特に福岡宮崎間を呼び、新八代宮崎間は、 子会社の JR 九州バスにて高速バスに参入しており、この区間の鉄道利用客は大幅に減少している。日報本,本線に並行する東九州自動車道は暫定2車線だが、北九州市から宮崎市まで全線開通したこともあり、高速バスと競合するところもある。別府、大分延岡、宮崎、 延岡宮崎の高速バス便については、JR 九州バスも参入している。昼行列車として、博多駅発着の特急、ソニックが当線の小倉駅再帰駅間で、また、大分駅発着を基本として一部が、小倉駅、再帰駅を発着する特急、日輪、博多駅発着の特急、日輪市ガイアが、小倉駅南宮崎駅間で運転されている。 一部の日輪と日輪 C ガイアは宮崎空港駅まで直通している。2017年3月4日より一部特急列車でワンマン運転が開始された。九州島内の夜行列車として2011年3月12日のダイヤ改正までドリーム日輪が博多駅南宮崎駅宮崎空港駅間で運転されていた。別府駅大分駅間には 久さし大本線、法比本線直通の特急も走るほか、延岡駅南宮崎駅間で、日輪の宮崎県内区間を保管する特急、ヒューガや宮崎駅鹿児島駅間で特急、霧島も運転されている。霧島は2004年3月の九州新幹線一部開業に伴うダイヤ改正で、霧島神宮駅、国部駅発着の列車が増発され、観光客の輸送や、 鹿児島地区でのホームライナーとしての役割も担っていた。2011年3月の九州新幹線全線、開業に伴うダイヤ改正では、霧島神宮駅、国部駅発着の霧島を削減し、一部の列車の運転区間を宮崎駅まで延長して、同駅発着の霧島が増発された。これにより、宮崎県西部からの新幹線アクセス特急としての、 役割も担うようになった。また、霧島、日林、ソニックのルートを踏襲した全席グリーン車の特急36プラス3が2020年10月16日より運行されている。日方本線を走る中高特急列車は以下の通り、途中駅発着列車は一部省略、大ね中津駅、佐伯駅、延岡駅、宮崎駅、宮古の城駅で、 運転系統が分かれている。2009年10月1日より全区間でワンマン運転が実施されている。各区間の普通、快速列車で使用される車両のまとめは、使用車両説の普通、快速列車を参照。各区間の運転本数は突起なければ普通、快速列車のもの、車種は突起なければ電車である。ワンマン列車の運賃収受方式であるが、 小倉駅最近駅間、国分駅鹿児島駅間では、すべての駅で、すべてのドアが開く、駅収樹方式、上岡駅霧島神宮駅間は、無人駅及び、有人駅での営業時間外の停車時は、前の車両のドアのみ開き、車内で、整理券発行と、運賃収樹を行う、車内収樹式である。ただし、総太郎駅については、前乗り前振りである。 2006年3月17日までは、現行の都市型ワンマン区間も、車内収受式であったが、翌18日のダイヤ改正より、現行の運行形態となった。小倉駅中津駅間、編集小倉駅宇佐駅間は、文字港駅、小倉駅発着列車のほか、本州にわたり、山陽本線下関駅まで直通する列車もある。 2005年9月30日までは新山口駅まで直通する列車もあった。文字駅下関駅間に交流、直流のデッドセクションがあるため、下関駅まで直通する列車はすべて、高直流両用の415系電車で運転される。日中は、中津駅折り返し列車の間に、ニュータバル駅、または、この区間では、柳ヶ浦駅に夜間停泊があるため、 夜間から深夜帯及び早朝に柳ヶ浦発着の列車。一部列車は宇佐駅発着で運転される。この区間では朝に上り一本、柳ヶ浦発文字港駅の快速列車が運行されている。柳ヶ浦駅中津駅間、城野駅文字港駅間は各駅に停車する。2018年3月17日ダイヤ改正以前は夕方に下り、 快速が3本運転されていた。国鉄時代には現在とは、停車駅が異なる快速が運転されていた。2009年3月14日のダイヤ改正より、文字港駅、小倉駅発着を主体とするダイヤに変更されたことで、下関駅まで直通する列車は朝と夕方以降のみとなった。また、日中は4 1 5系での運転は減少し8系、8 1 3系 電車3両での運転が多くなった。2009年10月1日からは、日中の813系使用列車でワンマン運転が開始されている。使用される車両は、朝夕のラッシュ時には、南福岡車両区、大分車両センターの415系や、南福岡車両区の811系、813系により6から8両編成で運転する列車もあり、 小倉駅中津駅間では10の20分間隔で運転される。日中は813系による3両編成や415系による4両編成の列車が使用され、小倉駅行橋駅間で10の20分に1本運転され、行橋駅中津駅間も20の60分に1本運転される。このほか小倉駅、城野駅間では、北彦山線の列車も走行する。 中津港の行き先表示中津駅佐帰駅間、編集大分駅を中心とした別大都市圏区間の運行が主である。大分市近郊では約10から45分に1本の運転である。その先の区間と中津駅うさ駅間は1時間に1本程度の運転となる。ただし、肘駅きつ駅間では10時台の次が12時台、中津駅うさ駅間では、 中津発で十2時台の次が十四時代、宇佐発で十一時代の次は十三時代で二時間ほど間隔が開く。埼崎駅薄木駅間については午前中は一時間に一本の運転であるが午後から最終列車までは三十から七十分に一本程度ある。二千九年三月十四日のダイヤ改正以前は文字港、小倉、下関方面からの普通列車が 柳ヶ浦駅、宇佐駅発着で1時間に1本運転されていたが、この改正から中津駅柳ヶ浦駅間の往復ワンマン運転が開始されたことにより、普通列車の運転系統が原則中津駅で分断される形となった。そのため、中津駅柳ヶ浦駅、宇佐駅間は、日中は815系の二両編成によるワンマン運転が中心となり、文字工。 小倉方面への直通列車は、朝晩の時間帯の快速、普通列車が乗り入れる形となっており、その時間帯の大分方面からの列車には、中津駅ではなく、柳ヶ浦駅で折り返すものもある。小倉、文字港方面への直通列車の車両には、南福岡車両区所属の811系、813系や、南福岡車両区、 大分車両センター所属の415系がそれぞれ4から8両編成にて運用されている。その関係で415系の送り込みを兼ねて大分方面と小倉方面の直通の普通列車が1往復が設定されている。宇佐駅き月駅間と宇す駅再帰駅間は本数が少なく日中は2時間以上開く時間帯がある。この区間は 大分車両センターの415系とワンマン運転対応の大分車両センター815系で運転される。ワンマン運転時は自動券売機が設置されていない駅でもホーム側すべてのドアが開き乗車券及び運賃は駅員に渡すか運賃箱に入れる。また2009年10月1日より最近駅の上を駅間でもワンマン運転が開始されこの区間で使用する。 キハ220系送り込みのため、大分駅再京駅間の普通列車のうちに往復が、キハ220系機動車での単行運用に変更されたが、2018年3月17日ダイヤ改正で、キハ220型での運行を終了した。2008年8月23日までは、豊肥本線、久市大本線からの普通列車が、肘駅まで直通運転されていたが、 大分駅高架化事業に伴い放飛本線、久し大本線が同年8月24日に先行して高架化され、高架化が完了していない日豊本線との間の乗り入れができなくなったため、後日の九州横断特急を除き乗り入れを終了した。2012年3月17日には日豊本線も高架化されたが、その時点で普通列車の直通は復活しなかった。 2015年3月14日のダイヤ改正で、普通列車の直通運転が復活し、亀川駅発着の軌道車列車として、中盤電、三重町発亀川駅、亀川発行の現役、亀川発大分駅が設定されたが、2018年3月17日のダイヤ改正で、再び廃止となった。二千九年三月十四日のダイヤ改正より、ワンマン運転が、 中津駅まで延長されたため、宇佐駅、中山香織駅間の普通列車が1日11、往復から13往復に増発され、中津駅大分駅間が直通運転されるようになった。2013年3月16日の改正にて12、往復に減らされた。佐伯駅の米岡駅間、編集この区間は、大分県と宮崎県の県境の山間部を通る。沿線人口も、 少ないことから、普通列車の本数が極端に少なくなっており、特急列車の停車駅も設定されていない。そのため、普通列車しか利用できない、青春18切符で利用することが非常に困難になっている区間であり、ファンの間では、総太郎越えなどと呼ばれている。2004年3月13日のダイヤ改正で、普通列車は二往復を除き、修行会期、 白名駅折り返しとなった。翌2005年10月1日の改正以降は、再起駅南の岡駅間の列車に往復の他に、朝に始発列車として埼玉駅駅、再起発のべお続いて、のべ発白名駅、下ダ発南の岡駅夜に最終列車として、南の岡発大井大駅が、各一本運転されていた。2018年3月17日のダイヤ改正では、 さらに列車が削減され、再起駅の岡駅間1.5往復及び、再起駅、重岡駅間1.5往復まで減少した。このため、重岡駅北の岡駅間の下りでは6時から7時台の列車が始発券最終列車となる。なお、朝の再起駅は、南の岡始発、夕方の重岡発は、大分駅で運転されている。 この区間は2007年3月17日まで4 5 7 4 7 5系で運行されていた。その後は2009年9月30日まで7 1 7系で、2018年3月17日まで9波2 2 0系機動車で運転され、翌3月18日のダイヤ改正より、修岡会期折り返し列車は8 1 5系、延岡駅、南延岡駅発着列車は、 特急用の7 8 7系での運転に変更となった。7 8 7系で運転される列車では、先頭車両のみ客扱いを行う。普通、グリーン併設車が先頭車両になる下り便では、グリーン自由席も営業する。また、普通列車の本数が少ないが、特急列車は1日8.5往復あり、概ね1から2時間に1本通過するため、 この区間のすべての駅に交換設備が設けられている。1993年3月から2020年10月までは一部時期を除き、毎時一往復の特急列車が運転されていた。延岡駅西宮この上駅間、編集この区間は主に宮崎駅、南宮崎駅で系統が分かれており、延岡駅南宮崎駅、宮崎空港駅間と、 宮崎駅西宮古の上駅間の普通列車は1時間に、おおむね1本程度運転されている。宮崎都市圏近郊の高鍋駅、佐渡原駅、宮崎駅田野駅間には、区間運転があり、最大で1時間に3本程度運行されている。この区間では、ワンマン運転対応の8 1 7系、7 1 3系、キハ4 7系で運転される。 ほとんどの列車が、延岡駅南宮崎駅、宮崎空港駅間及び、宮崎駅、南宮崎駅西宮古の城駅間の系統で運転されているが、一部は、延岡駅宮古の城駅、西宮古の城駅間を直通運転する列車や鹿児島中央駅発着の列車も運転されている。宮崎駅南宮崎駅間では、宮崎空港線、 日南線の列車も走行し、一部は宮崎駅以北にも乗り入れる。また、キット線、被殺線に乗り入れる列車も設定されている。2017年3月4日のダイヤ改正により、2両編成の列車はすべてワンマン化された。延岡宮崎間高速化改良工事、編集延岡駅、宮崎駅間は、宮崎空港線開業に合わせて分岐機、軌道改良を含めた、 高速化も言っている。これは、延岡と宮崎空港を結ぶ朝日火星のヘリコプター、車内定期便が1990年9月27日に乗員、乗客10人全員が死亡する墜落事故を起こしたことから、宮崎県と朝日火星が一部負担して、延岡と宮崎空港を直結することが求められたためである。延岡駅、宮崎駅間は、 単線で路盤が最高速度時速 85km 仕様になっている上、急カーブも多いため、特急でも約75分かかっていた。JR 九州は最高速度時速 110km に耐える路盤に改良し、高速通過が可能な分岐器に交換すれば、約60分間に短縮できると試算し、高速化改良工事を1991年11月に着工した。 工事は1994年11月に竣工し、工事費は24億6千万円で、朝日成は2億9000万円を負担した。都の城駅鹿児島駅、鹿児島中央駅間、編集鹿児島都市県近郊の国部駅、鹿児島中央駅間は1時間に、おおむね2本程度、朝夕などの通勤通学時間帯は、最大で1時間に4本程度運行されている。 西宮湖の上駅国部駅間は利用客が少なく1日あたり急往復で日中は3時間以上空く時間帯がある西宮湖の上駅鹿児島駅間を運行する列車はすべて鹿児島中央駅まで運転されており大半の列車が国部駅鹿児島中央駅間で折り返し運転を行っている南宮崎駅宮崎駅宮崎神宮駅佐渡原駅 延岡駅まで運転される列車もある。鹿児島中央駅を越えて運転される列車もあり、再延で鹿児島本線川内駅まで直通する。龍ヶ水駅では普通列車でも通過する列車がある。この区間では、主にワンマン運転対応の817系が使用されている。また、朝夕の通勤通学時間帯を中心に415系も使用される。また、 被殺線に直通する列車を呼び、被殺線やキット線で運用される車両を送り込むために、キハ40系、キハ47型機動車による列車も数本運転されている。2015年内野改正までは、宮古の城発鹿児島中央駅に817系の6両編成が設定されており、鹿児島支社の普通列車では最長編成であったが、 同改正により415系4両編成に変更された。2014年3月改正時点では小倉駅、南の岡駅間で貨物列車が運行されている。コンテナ車で編成された高速貨物列車が北九州貨物ターミナル駅の岡駅間に1往復、北九州貨物ターミナル駅南の岡駅間に1往復運行されている。 専用貨物列車は臨時便のみで定期での設定はない。牽引機関車は ED76 軽電気機関車や EF81 軽電気機関車。線内の貨物列車の発着駅は西大分駅、延岡駅、南延岡駅。2017年3月4日のダイヤ改正により西大分駅南延岡駅間は月・水、金曜日のみの運転となった。また、 日本本線の高速貨物列車は本州方面への直行便がすべて非設定であるため本州方面へのコンテナは北九州貨物ターミナルにおいて鹿児島山陽本線系統の便へ積み替える南の岡鹿児島間では貨物列車の運転がなく2005年に水星が廃止されてからは ED76 型を含む電気機関車は見られなくなった また当線内を走る定期貨物列車は、鹿児島本線系統より編成が短い上本数も少なく、貨物列車の走行時間帯は深夜から早朝中心である。優等列車、編集電車起動車普通、快速列車、編集電車起動車機関車、客車、編集電気機関車いずれも JR 貨物が貨物列車用として保有。 運用しているものであり JR 九州は電気機関車を保有していない。ディーゼル機関車客車主なもの。電車機動車客車電気機関車。ディーゼル機関車小倉駅。重岡駅間は初代九州鉄道及び初代豊州鉄道の手で開業した小倉駅行橋駅長瀬駅間を国有化後に延伸したものである。一方、重岡駅以南は吉松駅から宮崎線として 順次延伸されたもので、内宮崎駅佐渡原駅間は、宮崎県営鉄道を買収して編入したものである。1923年に、重岡駅まで開通し、小倉駅、宮崎駅吉松駅間が、日報本線となった。国分駅鹿児島駅間は、関営の鹿児島線として開業したもので、1932年に、宮古の城駅早戸駅間が開通して、 現在のルートである、小倉駅宮古の城駅早戸駅鹿児島駅間が、日報本線となり、吉松駅宮古の城駅間は、キット線となった。小倉駅、重岡駅間、編集九州鉄道、豊か州鉄道豊か州本線、編集重岡駅宮古の城駅間、編集宮崎線、編集宮崎県営鉄道妻線、編集宮崎本線、 編集都の城駅鹿児島駅間、編集布志線、編集国都東線、編集国都西線、編集鹿児島線必殺線、編集全通後、編集国鉄分割民営開港、編集便宜場、鹿児島側の全列車が直通する鹿児島本線、鹿児島中央駅までを掲載する。上記以外の駅は、JR 九州鉄道営業の業務委託駅もしくは、無人駅である。 上記以外の駅は無人駅である。うちは起点からの営業記録。駅名、施設名は廃止時点のもの。大分港臨港線西大分駅大分港駅、神田港線を尾場瀬西港大前駅神田港駅、鹿児島駅龍河水駅間の千維和園付近に磯新駅を設置する計画がある。2021年3月31日付で磯新駅設置協議会と JR 九州が覚書を交換。2024年度に開業予定。ありがとうございます。